はい、それではザ・リアル・マッコイズ、ジョー・マッコイ、ヘビーウェイト・スウェット・パンツ、品番は MC20115、 サイズはエクストラ・ラージの紹介動画を始めていきたいと思います。はい、それでは着ていきたいと思います。 L だと下半身がちょっとパツパツになってしまったので、今回は XL にしました。裾がだいぶゆったりはしているんですけれども、ちょっと楽な感じのスウェットを1着欲しかったので、今回はこのエクストララージでもいいかなと思って購入しました。スウェットアイテムにおいてもプリントが入っていたり、ループウィールのものやオンスの違いがあったりと、多々バリエーションがあるので、自分の好みのアイテムを探すのも楽しいかなと思ってます。はい、かなりかっこいいネイビーの色をしています。14オンスということで生地も厚いんですが、持ってみるとずっしりと重量感が味わえる一品となってます。はい、役に立つか分かりませんが、ここの寸法ちょっと見ときたいなと思います。スウェットなので特に縮んでもあまり気にはしません。はい、はい、縦の長さも測っていきたいと思います。だいたい145センチくらいかなと思ってます。今回はこのスウェットパンツだけ購入してるんですけれども、今更ながら上も買っておけばよかったかなとちょっと後悔してます。現在上がですね、買えるかどうかわかんないんですけれども、もしあれば上も買ってセットアップで着れるような感じにしていきたいなと思ってます。僕はヘビーオンス信者なんですけれども、そんな方はですね、ぜひ満足いただけるようなスウェットパンツになってますので、よろしければぜひご参考にしてもらえればと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございます。これでリアルマッコイズ、ジョーマッコイ、ヘビーウェイトスウェットパンツの紹介動画を終わりたいと思います。それでは。